PTU アニメラボーイ、はい、バッタモンカイです。小林弘樹です。ゼブライン松井です。ブラジャー山下です。お願いします。お願いします。はい、今回はゆりくま嵐の第6話6話の感想を話していきたい、うん、違ったらひどい話ですよ。6話あたりをね、込み込みでね。いや、6話です。スタッフから確認が出ました。最終話は6話、はい、最終話は6話です。ありがとうございます。6話の感想を話していきたいと思います。はい、どうでした？いや、あのね、もうどんどん、なんかどんどん謎が解けてはいくんだけど、どんどんわからなくなっていって、うん、わかんない。解けてく謎の倍ぐらいの謎が出てくるみたいなアニメだよね、うん、でもね、今回スミカちゃん回だったの、うん、あのスミカちゃんっていうのがその1話で死んじゃった主人公の大好きな女の子なんだけど、私そのスミカちゃんが大好きで、スミカちゃん回だったからすげえ嬉しかったんだけど、個人的には、うん、スミカちゃんがその、はい、クレハちゃんってその主人公の女の子に手紙を書いてるんだけど、うん、その手紙を書いてる書くまでの話、なんかその思い出しながら、そう、回想しながら、うん、クレハちゃんと初めて会った日のことを覚えてるみたいな感じのとこから始まってね、はい、で、あのこう裁判があるんだよね。裁判じゃないや、裁判じゃないですね、あれはね、透明の嵐、透明の嵐っていうシステムがあって、うん、まあ今分かってるだけの情報で言うと、クラスの全員が携帯のアプリで一人の名前を挙げて、そいつがそうはぶられるというシステム。そうそう、いじめっ子を決めようみたいな、うん、いじめられる子、生贄的な誰かを作ろうとするんです、はい、で、はい、っていうのがあって、みんなでも満場一致でそいつっていうやつがいるんだけど、はい、それにスミカちゃんは逆らったの。満場一致でそいつっていうやつがクレハちゃんだったの、はいはいはい、でそれをスミカちゃんがしなくて、でもそれをスミカちゃんがしてないっていうのも分かっちゃうシステムらしくて、あいつがしてないってなって、まあスミカちゃんがね、きっといじめられているんだよね。そうですね、まああんたこのままあの逆らったらあなたもいじめるよみたいな脅しをどんどんかけられるわけですね、うん、はい、嫌なやつらに。そう、実際に多分なんか嫌がらせもされてるのかなって感じですけど、うん、ね、なんかなんでそこまでクレハちゃんもクレハちゃんで嫌われているのかっていうところも気になりますね。満場一致でそうなるっていうことは、ね、クレハちゃんは誰入れたんでしょうこれ。いや、クレハちゃんはいないんですよ。そう、いなかったの。なんかね、放課後にね、学級裁判みたいな感じでやってるんですよね。呼ばれてないですか。呼ばれてないですね。いじめじゃないですか、もうすでに。そう、だからその時点できっともう決まってるんだよ。的な。まあでも多分理事長みたいなのに疲れてるっていうのもあるのからなのかな、うん、そういうこと関係ないのかな。ネタ的な。そう、なんかなんかわかんないですけど、とにかく最初からクレハちゃんのことをハブるっていうのを決めた上で、うん、その裁判システムやってるんですよ。多分それが今後分かってくるんですかね。なんか悪いことしたから絶対あげたね、過去に何か、ね、ふわっとあいつは浮いてるからくらいのノリでやってるんですよ、やつらは。そうなの。そうだから、みんなで仲良くしていればみんな仲良しで透明なのね。友達は透明な存在なんだけど、うん、そこからでちょっとでも個人の感情とか、うんを持ち出すと、変わったことをやろうとするとハブられるの。はあ、なるほど。目立ってはいけない。アニメの話ですね。アニメの話。なんかこういろいろ来るものがあるでしょ。なんかははリアリティのリアリティのあるね。話でもある。しかも女子しかいないから、うん、結構なんていうの、精神的に見てて辛いの。辛いですね。やめてほしい。そう。いろいろね。重たい。思い出す感もあるよね。そうそうそう。ありますよ。ここら辺の部分になりますが、ね、この辺は大体そう。からのお宅ですから、はい、あるじゃないですか。透明じゃなかった時期あるもん。ありますね。そうですね。わかるわかる。そうね、まあまあ、あのその花壇、一緒にスミカちゃんとクレハちゃんが花壇を育てていたんだけど、はいはい、そこが台風でこうね、あれになっちゃうときにこう、そう、なんかレインコートでビニールシートで花壇を覆って守ってあげる、スミカちゃんが夜中に一人で来て台風で、で途中でクレハちゃんも来て一緒に守って、うん、でそのまま一緒にお家帰って暖炉の前でこうやって温まって、でまあね、うん、ね、仲良くね2人で寝るんだけど、うん、その時にクレハちゃんがそのお母さんが絵本作家さんらしいの、はい、今回分かった情報だよね。それも、ね、お母さんが絵本作家らしくて、でもこれだけは完成してなくて、あの最後の本絵本だって言って、でクレハちゃんのお母さんもそのクマに殺されちゃってるんだけど、そのお話が
星のなんだっけ、うん、星のお姫様と、はい、月と星のみたいな、そうそう、違う、月と森のお姫様みたいな感じ、ね、月と森のお姫様的な的な感じの話で、まあまあこう世界がこう2つに分かれてて、うん、ここに間に空があるんだけど、うん、でこっちの次の人がペンダントを落としちゃうんだけど、うん、でこっちのクマはクマっていうかまあお姫様なんだけど、うん、それを届けてあげたい、うん、こっちの人は取りに行きたいって言ってクマリアっていう神様にお願いをしましたみたいなことを言うんだけど、そのクマリアっていうのももともとクマリアって星が爆発してからのクマが乱暴になったみたいなのとかが1話から言われててるの、あクマリア出てきたと思って、その絵本の内容も何かのそのクマとそのお母さんの、ね、比喩表現的な、そう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 、実際のでもそれも途中で終わってるの、うん、一番大事なところで終わってる、ね、全然ちゃんと言わないというか書かれてないよね、うん、そう最後ね壁みたいなところに2人ともなんか結局クマリアさんがじゃあ特別にはしごを渡してあげますって言って、うん、森の星と月がの星の間にはしごをかけてその空を通れるようにしてくれるんですよ、うん、はい、でも真ん中に鏡があって、うん、2人ともそこまでたどり着くんですけど、でもこの鏡から先は鏡を割らないといけないんだけど、鏡を割ったらあなたたちが死んでしまうかもしれないってお互いに言うわけですよ、はいはいはい、お互いが向こう側にお互いがいるってことを知らないんですよ、うん、でどうすんのってところで終わったんですよ、でまた約束のキスとかね、そういう、はい、単語がそう今まで出てきた単語が出てくるわけ、そうなんですよねっていうなんか分かりそうな情報もくれるんだけど、でも、わかんない、点と点が、短い線がいっぱいできただけだよね、なんかちょっとずつつながってで、はい、まあ後半ね、後半またね、こうトラウマになりそうなことが起きるんだよね、はい、そのクエハちゃんにのお誕生日をお祝いしようみたいなの、嘘の友達がいるって先週言ったじゃないですか、はい、突然仲のいい感じになってらっしゃる人でしょ、そう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 、はい、が、なんかその今日は当日ねみたいな感じで、でこうみんなこうお花の前に集まって、クラスのみんながこうやってろうそくを持って集まって、おめでとうみたいな、椿さん本当におめでとうみたいな感じで、もう怖いので、手紙を開けてみてみたいなこと言って、でスミカちゃんから手紙を開けたら、今目の前にいる人たちがあなたの新しい友達ですみたいなこと書いてある、なんかもうそれも悲しいんだよね、絶対スミカちゃんそんなこと書かないと思いながら、えっと思って、で前半のそのスミカちゃんの回想があって、そういう思いの丈が書いてあるのかと思ったら、そういう文だったから、はい、嘘だと思って、うん、もうレベル5だよこっちはそうなんです、嘘だなって嘘だってでみんなも、うん、でももう友達ごっこは終わりみたいな感じで、あもうバラして、でみんなでそのろうそくで百合を燃やすわけさ、いやー、まあ、放火するんですね、もうなんかもうクエハちゃんがポキンってな倒れ込んだ瞬間に、今あの子が折れましたみたいな感じ、そうかっこ笑いの感じのひどいんですよね、女子だすごいの、なんかもうあなたはなんか何一人ぼっち、みんな一人ぼっちみたいな、一人が言ってみんな臨床みたいなので、こうポイってロウソク高いってやって、ボーって燃やして、手紙もポイってやって、あもう絶望死ぬしかないみたいな感じのところで、まあ銀行っていうクマがその手紙を取りに火の中に入って取ってくれるんだけど、いや銀行がその前回のクマトラップに引っかかって大物を持ってるわけなんですけど、そうそうそう、急にもうバッと目覚めて、ダメだ私が助けに行かなきゃってバーッと走っててくるんですよ、うん、クマの位置もわからないよね、よく、いやでも銀行、あいつらだけなんだよね、そう銀行とルルだけなんだよね、他のクマは人間を食う悪いやつなんだけど、そうね、それが大前提みたいなことですよ、ね、そう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 、ただペンダントの話がさっき出たじゃないですか、うん、金庫のつけてるペンダントとお母さんがつけてるペンダントと同じペンダントなんですよ、同じペンダントなんで、またややこしい、そう、だいたい前回金庫が要するにクレハさん一家と一緒に写ってるっぽい写真も出てきましたし、あじゃあその絵本の内容にも、うん、そう関わってくるでしょうね、でもまあそれでもうみんなバッて散っちゃって、でルルと金庫とクレハちゃん3人になって、あなたの目の前にいるのが新しい友達ですっていうその手紙で、こうルルと銀行が友達なんだっていうのをクレハちゃんが認識してエンディングに入るんだけど、
なんかね、それはそれでなんかちょっと積み重ねの私としては釈然としないんだけど、もやもやしたものは残りますね。スミカちゃんの意図が分かんないんですね。そう。でさらに C パートがあって、でスミカちゃんがそのお花をねこうお手入れしようと思って、カナンのところにいたらユリゾノさんっていう、うん、そのスミカちゃんを殺したクマがいるんだけど、本当にそのクマをそのユリスミカちゃんを殺しに来たよっていう感じで、スミカちゃんもわーみたいな感じになってて。るところでその端っこで銀子がそれを見てるので、私は罪熊だみたいな感じで言って終わるんだけど、なんかね、見殺しにしたのが罪熊って言っていることなのか、罪熊って今まで出てきますよ、初の、うんうん、先週ぐらいから出てきたの。罪熊の定義もあんまり、そうだから、なんかもともとその罪熊だって言って、そのクマの世界から人間の世界に行くって言ったんだけど、もう一個ルルが知らない罪を犯してるっていうから、でもそれは夏希絵本のことなのかなって思ってたの。あ、絵本の話のことが罪熊っていうあれのことなのかなって思ったんだけど、鏡を割ったのかなんなのかみたいな。そう、でもまた罪熊って言ってるしなと思って。罪熊もね、あの、いわゆる百合裁判っていう、なんかよくわかんない世界がちょいちょい出てくるんですけど、それも関係ある。 そこにも何かかかってるのかかかってないのか、それで有罪になったのかってことだもんね、罪っていう言い方としては。でも百合裁判が何なのかわかんないですよね、未だに。わかんない。今回ようやくなんかあの裁判官たちもちょっとかっこよかったしね。なんか電話かけてくるんですよ、裁判官たちが。なんか急に、あなたクレハちゃんとか銀子ちゃんに、あなたの好きが本物ならどこどこへ行きなさいっていう、非通知かけてるんですよ、毎回。そう、権限持った裁判官。そうね、なんかね、でも面白いの。面白そう。面白い。すごい。そうですね。から来週も楽しみです。もっと聞かせてほしい。お話として。そうなんだ。はい、というわけで、よりくまらしい第6話の感想でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。